勇者部プレゼンツハロウィンお化け屋敷の最後尾はこちらになります。順番にご案内しますので、もうしばらくお待ちください。ふぅ、お客さんいっぱいで嬉しい悲鳴ですな。おお、ミノワちゃんたち休憩まだだったよね。私たちの誘導やるから行っといで。でもお客さんまだまだ来そうですよ。休憩も大事なお役目だと犬坊崎風様からことづかっています。遠慮なさらずどうぞ。そういうことならお言葉に甘えましょうか。休憩いただきます。お疲れ様。お茶とお菓子もあるからゆっくり休んでね。それにしても大盛況みたいでよかったよな。プレオープンの時はどうなるかと思いましたけど。ほんと悪ノリが悪ノリを呼んで大変だったもんね。ミト、アヤちゃん大変だったでしょう。はい、でもホラーもアクションも満載でとっても楽しかったですよ。そういえば銀ちゃんたちはあの日チラシ配りの後何してたの？銀くんたちもプレオープンに招待したのに来てくれなかったわよね。実はですね、いつもの多目的室がどんな風にお化け屋敷になっているのかしらね。お化け役のみんなも張り切ってたし楽しみですな。あっ、私すっごくいいこと思いついちゃった。いいこと？お化け役になったみんなは驚かすばっかりで自分たちが驚くチャンスがないだろう。そうね、それが何か？驚く側の気持ちを知らない人が迫力あるお化けをやれると思うか。確かにお客さんの気持ちを知ってる方がリアルな演技にはなるかもね。だろ？ってなわけでお化け役のみんなに逆ドッキリを仕掛けてみないか。面白そう。やろうやろう。私も面白そうだとは思うけれど、今回のお化け担当は勘の良さそうな人が多いわよ。大丈夫。ドッキリさせようとしてる人、ドッキリ体制なくなってる説。あ、それテレビで見たことある。でも逆ドッキリなんてどうやって仕掛けるつもり？簡単なことだよ。それぞれの部屋からシーツを持ってきて頭からすっぽりかぶれば、ハロウィンお化けの完成だ。寮でやってるおかげですぐに始められるな。よし、各自準備をして10分後に集合。了解。アヤさんとミトさんを送り出して入り口の歌野さんが席を外したわ。よーし、シーツをすっぽりかぶったし、ハロウィンに驚かせたい、出撃だ。私がこっそり入手した図面によると、まずはフー先輩の物置のドアガタガタコーナーだって。ひなた、私の活躍見てくれた？あれ？ドアの近くにいるって言ってたのに。ひなた？よし、グーさんの目の前をダッシュで横切るぞ。突撃！お化け！白いお化けが私の目の前を。やりすぎじゃないかしら。そういう時のためにちゃんと準備してきたぞ。お詫びの印にお菓子をプレゼント。そうだね、ハッピーハロウィン。次はセッカ先輩と夏目先輩の井戸を覗いてる間にこんにゃくぴたりのコーナーだよ。アヤさんたちを上手に驚かせてご満悦のようね。首筋にこんにゃくなんて古典的な技にあんなに驚いてくれるなんてこっちがびっくりですよね。あんなこと言ってる。しし、出撃。
なるほど、あなたたちが先輩をやった真犯人ってわけね。うわ、バレちゃった。こんな時こそ魔法の呪文、ハッピーハロウィン。お菓子あげるから許してください。まさか見つかっちゃうとは思わなかったな。次はユーナ先輩たちのトリプルキョンシーズエリア。今度こそ失敗は許されませんぞ。ギン、そのっちもシーツが脱げてしまっているわ。ほら、ちゃんとかぶり直さないと。そういうアッシーだって脱げちゃってるよ。あれ、ギンちゃん、スミちゃん、サノコちゃん、こんなところで何やってるの？ああ、見つかっちゃった。見つかる？なんでもありません。スズメさんこそ何をしてるんです？それが境界ゾーンで使う三丁風船が膨らまなくなっちゃって困っちゃって。もも、それはまずい展開なのでは？そうなんだよ、もうすぐアヤヤとミトさんが来るから急がなきゃなのに。我ら勇者部、人助けが最優先。私たちの作戦は一時中断して手伝いに行こう。こっちこっち、暗いから足元気をつけてね。わー、ここから教会の裏手に抜けられるのか。裏動線までよくできていますね。静香さん、いつきちゃん、ヘルプのスタッフ3人確保だよ。おー、よう来てくれたな。人手は多い方がええから助かるわ。それで私たちは何をすれば？この三丁の巨大風船のどこかに小さな穴が開いてるみたいでね、手分けして探してるんだ。私たちも手伝いに来たのだけど、巨大な風船から小さな穴を探すというのはなかなか。しかもこの薄暗い中だから。さすがの魅力も苦戦中よ。なるほど、これはかなり厳しいですね。穴がどこなのか全然わからないです。そうこうしている間にもミトさんとアヤさんが来てしまうのでは？せやな、こうなったらしゃあない。手当たり次第テープを貼って空気入れてみようか。そんな雑な作戦で大丈夫ですか？時間もないし、一か八かやってみましょう。おっしゃ、補強完了。ほな、空気入れるで。わあ、三丁風船ちゃんと膨らんできた。どうやら当たりを引いたようね。テープを貼りすぎたせいでちょっと形はいびつだけれど、なんとかそれらしい形になったわね。あとはうちらの演技力でなんとかしたるわ。そうですね、ワイヤーを使ってなんとか派手に動かしてごまかしましょう。みんなお手伝いありがとう。そっちの裏通路から出てね。ああ、思いがけないところでハラハラしちゃったな。でも無事間に合ったみたいでよかったわ。私たちは出番に備えてゾンビ役のお稽古を。皆さんは何をしてらしたの？逆ドッキリのつもりが逆ドッキリになってしまいましたな。ここは早急に退散するのが得策だわ。だな、タマコさん、ミロクさんもこれあげますから。お、お菓子？ハッピーハロウィン。予想外にバタバタしちゃったわね。次の標的はユーナ先輩たちのキョンシーズ。今度こそ逆ドッキリ成功させるぞ。ここがキョンシーエリアだね。ちょうどミト先輩とアヤ先輩がいなくなったところみたいですよ。今ならユーナさんたちも油断しているはず。
人数も3対3だし、後ろから一気に襲撃だ。本物のお化け？え、お化け相手とはいえ勇者パンチはやりすぎじゃ。大丈夫だよ、ちゃんと寸止めしたからね。シーツの中にいるのは誰？ああ、見つかっちゃった。お化けのふりして驚かそうと思ったの？残念だったね。スミちゃん捕まえた。私はその子ちゃん確保。はあ、捕まっちゃった。あんなに気配を消して近づいたのに。ここでも逆逆ドッキリにはまっちゃうなんて。トリプルユーナスの力を甘く見てもらっちゃ困るよ。はあ、楽しかった。はは、参りました。てなわけでユーナさんたちにもハッピーハロウィン。あのプレオープンの裏でそんなことが起きてたのか。銀ちゃんたちも楽しめたみたいでよかったよ。けどみんなにお菓子渡そうと思ってたのに渡せてない人がいたのが悔しくて。ハロウィンは今日が本番だし、これから渡せばいいんじゃない？休憩いただきます。あー、めっちゃ疲れたわ。あ、その声は。おー、シスターの衣装のみんながすっごく頑張ってくれたんだ。おかげで朝からテンション上がりっぱなしや。はあ、けどさすがに疲れてもうたな。静香さん、疲れた時には甘いものですよ。ギン、ソノッチ、準備はいい？もちろん。じゃあ行くぞ、ハッピーハロウィン。